そして花見さんお疲れ様です。はい、去ります。お疲れ様です。やべえな、グサンちゃん横の編集でもしてます。動画の編集でも。あ、なんだ、普通に見てます。あ、普通に見てます。じゃあ絵画ガチャしようかな。ふん、だっこれいらんですね。ふん、これいらんですね。絵のサイズを変えましょう。絵のサイズを変えるために私の一番好きな旗をこの端に置いて、でここに絵をよいしょ、でん、旗関係なかった。じゃあここに置きます。ここの空間にね、うまくはまるように。よいしょ。許す、許さない。まあこの絵を許す理由もないんですけど、ここ何、この絵どういう絵。あ、え、これはあれか、格闘家かシンデレラか誰かがみなぎしてる絵。本能寺の変で燃えてて、わーいはなんか火で死にたくないっつって脱出する感じ。この絵は、あ、うん、ちょっと許せる気になったな。これはこれでいっか。すいません、ここから先今からだいたい30分ぐらい私は魚釣りに没頭することにしました。皆々様、私めの魚釣りに一度邪魔な者たちを整理します。できればいい釣り竿を使いたいですね。使いたい。そう、さっきそれでね、エンチャントのね、この入れ食いをゲットしたんですよ。入れ食いなんて最高じゃないですか。え、なんかいい釣り竿持ってなかったですっけ。見ます見ます見ます。耐久力2、宝釣り3に耐久力3、耐久力に入れ食い1、これに合体しますよ。この入れ食いを最強の釣り竿にしますよ。いつかでもそれやると、何、魚が釣れる確率が上がりますけど。なんで、あ、入れ食いは魚です。魚か。で、宝釣りはエンチャントボンとかの確率が上がります。そうなんだ。魚はね、全く持っていりません。やったら入れ食いはつけない方がいいですね。なんだ、私の入れ食いの理解がね、勘違いでしたよ。他のは爆発耐性、はいはいはい。じゃあそれ以上に、今から魚釣りでなんかエーモンを釣ろうみたいなので言うと、適したものはないんですね。この釣り竿がもう最強ってことですね。ですね。了解。ちょっと釣りスポットどこがいいかな。釣った時に魚が何か手前とかで引っかかって来ない時ありますよね。そのがっかりするやつ、あれが起こると嫌なんで、ちょっとした質問なんですけれども、釣り棒、あ、魚釣りって何マスあればできるんですか。一定の広い海みたいなところじゃないとダメなのかな。1マスでもできたと思いますよ。1マスでもできた。本当？ただ投げにくいですけどね。ああ、投げにくいね。ここにしよう。ここが一番安心できそう。第1投、これどうでしたっけ。引っかかった時に何でしたっけ。引っかかった時にカチッつって引くんでしたっけ。ちょっと久しぶりすぎて、ちょっと釣りの所作が。浮きが沈んだらですね、チャポーンって言いながら。ネームプレート41。もっとさ、3秒に1回ぐらい釣れねえかな。なかなか釣れねえべ。魚ですよこれ。焼き鮭っす、生鮭っすよ。あ、やべ、あ、見ますよ。ドキ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 、せーの、はい、コンニ。これはなかなか素晴らしいんじゃないですか。掘るときにダイヤがついていきますよ。いや、掘るときにダイヤがついてくるんじゃなくて、ダイヤを掘ると増えますよ。はい、そうですね。なんかペース上がってきた。あ、生魚さんが抜き返しました。なんか来たぞ。フレーム、耐久力3。いいじゃん。デッドヒート。てか一応皆さん、これね、宝釣り2っていうのがついてる釣り竿なんですよ。こんなもんなんだなーってのをちょっと感じますね。まあでもこんなもんか。そんなもんです、ね、そんなザク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 次から次へといいもん釣れないか。入れ食いやったらもっと早いです。ただあのお宝は確率は下がりますけど。それは嫌ですね。お宝が釣れた方がいいですね。ホバリングハウスの下。お、宝釣りのエンチャントの各レベルにつき、ゴミの確率が 2.5% 減り、宝の確率が 1% 増加。 1%! え、だったら入れ食いの方がいいんじゃねえの。入れ食いの方が試行回数稼げるからいいですよっていう案。うん、それもありですね。そこはゴミしか釣れない説。あの、それはですね、偏見です。あ、でも 1% 大きいですよって言われてる。まあ、まったりやるしかねえべな。ちなみに空に面してるか面してないかで変わります。え、釣れる速度。
なんでそれが屋根の下なら釣れる速度は遅くなりますね。場所変えよう。宝釣りの確率が下がると言っても元の確率に戻るだけ、ゴミの確率がさらに減るので入れ食いもつけましょう。ほう、ほう、入れ食いつけちゃいます。まあ僕は全然いいと思います。じゃあ釣れる速度は速くなると思います、おそらく。やめ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 、一回じゃあ入れ食いつけましょう。ちょっと入れ食い合体させます。はい、参る、合体。おお、さあ皆さん入れ食い3の力を見ましょう。入れ食いがついたパワー。高橋さん寿司めっちゃ好きじゃないですか。ほうほうほう、僕もめっちゃ好きなんですけど。確かに早い気がする、うん、村井さんあんまりお寿司の話しないですよね。え、好きっすよ。あんまりですか。はい。何が一番好き。早い。何が一番好き。水入りの瓶がゲットできました。めっちゃ早いっすわ入れ食い、うん。私縁側ですね。早っ。あ、村井さんも縁側なんですね。はい。へえ。私縁側大好きです。うまいっすよね。僕も縁側なんですよ、ね、私大体縁側ウニ、ただウニはそんなにたくさんは食わんけど、縁側ウニで、昔はもうサーモンすげえ好きだったんですけど、最近言うてそんなにでもなくて、あとはなんだろうな、結構一通り食うんですよ私。うん、大体、あ、大体好きなんで、なんか普段肉肉言ってるんで、あんまりこう魚を食ってるイメージないと思うんですけど、全然魚も好きっす。てか入れ食い早すぎじゃね。早いですね。ペースすげえ上がった。あ、弓が釣れました。消滅の呪い。なんすか呪いって。ゲットですね。いや僕もあんまり呪いに関しては詳しくないですね。お昼ご飯何も別に食べてないのにさ、こんななんか釣り、はい、ゲームの中とはいえ釣りをしてるとこりゃ腹が減りますな。なんか好きますね。ん、なんだ、ん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 、トリップワイヤーフック。なるほど、ゴミですね。そうですね。おお、サドルだ。サドルは何個あってもいいですね。エンチャボンもう一本ぐらい釣りたいっすよね。確かに。お、てれれれ、消滅の呪い。ほう、はあ、51っすよ生魚。え、そんなに釣ったんですか。うん、すごっ。すげえ釣りしてる。あ、これだ。お、修繕。おかしい、おかしい。すごいね。おかしい、修繕釣れましたよ。やばくない、幸運と修繕だよ。すげえ、これはすごい。いや釣り良かったっすね。良かったっすね。満足でございます。釣り良かでしょう。釣りはこんなところでいいでしょう。あ、十分やと思いますよ。うん、十分、はい、まあそんなわけですね。皆さん本日ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。右手に幸運を、左手に修繕を、たかだかこの数十分で私はとてつもなくでかいものを2つゲットしたようです。いや本当すげえ。じゃあ今日はありがとうございました。さよなら、バイバーイ。皆さんこんにちは、グッサンでーす。グッサンの豆クラブというわけで始まりました。前回休んでしまって申し訳ございません。グッサンです、よろしくお願いいたします。というわけで、今日は何をするかというとですね、スノーゴーレムというものをご紹介したいなと思います。早速ね、スノーゴーレムを召喚するために必要な雪玉を取りに行きたいんですけれども、付近に高い山がちょっと見当たらないので一旦地図を見てみましょうか。東の方にですね、白いリスみたいなところ、あそこに雪が確か積もってますので、あちらまで一回雪を取りに行きましょう。はあ、よく寝た。はい、じゃあ行ってきまーす。はい、というわけで鉱山に到着いたしました。ちょっとこちらでね、雪玉を回収していきましょう。ちなみにこの雪玉なんですけれども、こちらスコップでないと削れません。このようにね、まあ松明や、素手でも同様です。殴っても取れないです。スコップできちんとこの雪の表面を削ってあげることで雪玉というものが出てきます。で、今回はこの雪玉を使ってスノーゴーレムというものを召喚するんですけれども、なぜ今回僕がスノーゴーレムを紹介しようかなと思ったかというと、それはまた明日の豆蔵に続きますので、皆様楽しみに
お待ちください。まあね、あのマイクラしたことある人やったらわかると思うんですけど、で、ちょっとこの木のシャベルがね2本なくなるぐらいまで、まあ、こんなにいらないんですけど回収して一旦拠点に帰りましょう。はい、2つのね木のシャベルがなくなりました。で、雪玉がこのようにたくさん手に入ったので一旦帰りまーす。ふぅー、はい、帰ってまいりました。それではですね、この雪玉をまずはこのように置いて雪ブロックに変えます。で、こちらの雪ブロックにですね、こちらですね、かぼちゃを使います。で、どのようにして召喚するかというと、あのアイアンゴーレムの時と同じような感じでこう雪ブロックを2つ縦に並べてかぼちゃをポンと置いてやるとスノーゴーレムが召喚できるんですが、ちょっとね召喚する場所を考えないといけなくてですね、一旦ね試しにこの辺にでも召喚してみましょうか。一回寝ます。一回ねこの辺に召喚してみます。はい、雪ブロック重ねてかぼちゃを、おー来ましたです、スノーゴーレムちゃん、かわいいですね。はい、でこいつの足元よく見てみると、これね、ほら、これこれ、ほら、これ、こんな風に、こいつが歩いた後は、このように雪になっていきます。で、歩かなくても、この子が立ってる場所ですね。この下は自動的にこういう風に雪になるんで、ここからね、延々とこうやって、雪玉取ることできるんですよ。で、こいつ、動き回っていったりとかするので、だいたいまあ、ほとんどの人が、このスノーゴーレムから、こういうね、雪玉自動生成器みたいなのを、作るときは、まあ、彼を閉じ込めてしまいます。ちょっとごめんね。はい。で、皆さんがよくやるのはね、こういうのが多いです。あの、スノーゴーレムくん、特別のね、こういうお家みたいなのを作ってあげるっていう。まあ、ね、あの、お家とは聞こえはいいですけども、まあ、実質閉じ込めてる感じですよね。ちょっと言い方悪いですけど、監禁してですね、彼のね、足元、ここから無限に、雪玉が取れますんで、これを、かっぱらっていくっていうのが、まあ、一般的な、無限雪玉製造機みたいなやつです。一回ねこれ、ちょっとしかインベントリー空いてませんけど、これ取ってみましょう。ほらこれすごいっしょ。みるみるうちにね、石のシャベルの耐久値が下がっていく。これすぐ壊れますよこの調子だと。でこれ雪玉をこういう風に4つ並べると、ここでも、雪ブロックねクラフトできますんで、まあこんなに雪玉いらないやという時はもう雪ブロックに変えちゃってもいいと思います。ちなみに雪ブロックから雪玉にすることはできません。これね間違ってもスノーゴーレム君を殴っちゃうとね、彼もこうやって、はい、ダメージ受けますんで、あくまでもこの下のねこの薄っぺらいここを狙うようにしてくださいといったのが、この無限雪玉製造機でございました。で皆さんね、雪玉これね雪合戦にも使えますし、こんな感じで雪ブロック、この雪ブロックも建築資材としてね、こう白色の建築資材としてはまあなかなか貴重なものになってますんで、よかったらぜひ試してみてください。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。